ハッソー選手は体重132キロ、渡名喜選手の登録体重は47キロで、さすがにここまですごいです開いている対戦は見たことがないですね。47キロだと男子でもちょっとこう、なんていうか、こう戦える体重ではないですよね。そうでここすまであね。ればなんとか重量級とやれるって体重をもう割ってると思うんですが。いや、どんな戦いをするのかはすい、ごい楽しみ非です。常に楽しみです。ハッソー選手は両襟をこうグッと持ってですね、割と5の線で戦う選手なんですね。こう相手がじれて出てきたところを体幹をつけて返したり回したりということが得意な選手です。この違うな、これだいぶ。この絵違うの違いっな。て、この体格差って。85キロですかね、体格差が、体重差が。ごいな。渡名喜選手、当然こう相手の周囲を旋回するようにしながら、こう組み手が大事ビでロすディね。ド選手対策で大きい選手相手に間合いをつけていくっていうのをやってた渡名喜選手ですが、さすがにそれをやってしまうと厳しいんじゃないかと思いますよ。この 内側から足を当てただけで渡名喜選手がくりと一回あれ、かこのこの足ですよね、この得意足。の二段の小外刈りいきました。おお、うわ、逆の、逆。おお。左の巻き込み。これ逆できるのすごいですね。今の狙い澄ましていたかのような。両襟柔道のこうアドバンテージですよね。左の払い巻き込み、払い腰から崩れけさ固めとつなぎました。この外側を抑えるモードで来られるとやっぱり厳しいでいすやよあね。れはちょっとやっぱ回避できないですよね。技術云々を超えたところで外側を抑えることで体重を根こそぎ持っていきました。ハッソー選手、さすが昨年のベスト16選手。ハッソー選手が合わせ技一本で渡名喜選手を破りました。いや、もう挑戦するだけでもすごいですよ。そうすですごいですね。ね。本当に。そして発想選手、的確にちゃんとこう倒しに行きましたね。軽い選手の一番弱いところを攻めていきましたね。